はい、まあ、ちょっと、今ね、1本ダッシュしたりして、ね、53本のスピード持久力練習をちょっとやったんで、ちょっと体がね、ちょっと疲れてる状態でのダッシュってやつをちょっとやっていきます。で、奇数はもう全部ドリルかイージーかスカーリングでちょっと行ってもらってます。はい。で、偶数が、あそこの旗ね、 18.5m ですね。 18.5m の、ダッシュでちょっと行ってます。で、これが、1本目ね。はい。で、次また息しながらドリルで行って、ほんで、4本目は、ここから真ん中からね、真ん中からラスト10メートルの、ちょっとダッシュで、ちょっと組み立ててます。それを8本、ちょっと50秒サークルで、ちょっと行ってます。はい。はい。まあ、ドリルもちょっと無理やいう人はこういった流すだけでもいいと思うんでね。はい。で、まあ、あいつはね、スカーリングとかね、やっていけば、しっかり水管をね、確かめながら、行って、ほんで、次2本目のダッシュの時にも結構その水管でダッシュすることによって、そのダッシュにも対応できる、ね、スカーリングっていうのがね、ちょっとできてくると思うんで。で、次真ん中からダッシュね、真ん中からラスト 10m のダッシュでゴールタッチしっかりついてください。はい。はい。はい。なんで笑ってんねん。はい。はい。ほんで、またドリルね。はい。で、これ、今の1セットとしたら、あともう1セットいきます、ね。あともう1セットね。で、浮き上がり1かき目2かき目までは空振りせんようにね、しっかり大きくやってしっかり水掴んでくるようにね、じゃないと水に乗ってけえへんのでね。浮き上がってからの1かき目2かき目っていうのは、大きくね、大きくしっかりいってくださいね。小さくちょこちょこってやったら水に乗ってけえへんのでね、しっかり水掴んでね。はい。で、これは、18.5m ダッシュですね。はい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 、なラストで。はい。
はい、はい、ラスト1本ね。はいはいはい、ラスト 10m ダッシュね。はい、はい、OK。 まあゴールタッチしっかりねつけるようにね。ほんでまあもしあの力ラスト 5m で力尽きてまうんやったら、あのもうちょい短くでも OK です。はい、ゴールタッチ丁寧に丁寧にね、ちょっと上げといてくださいね。ゴールタッチちょっと丁寧に、はい、ちょっとゴールタッチのとこ開けといてくださいね。はい、はい、オッケー。